ご視聴ありがとうございます。うぷ主の月葉です。プレイヤーのあやめだもんね。早いものでパート10ですね。しかし、まだまだ序盤も序盤です。今回も議論に勝っていきましょう。と言いつつ、最近負け続きなんだけどね。あ、セツちゃん。今回は運が良かったみたいだ。私もセツちゃんと二人っきりでお話できて嬉しいよ。ループの視点であやめと会えるのは久しぶりだね。少なくとも私にとっては、だけど。もしかして、一番最初のループぶりなのでは？せっかくだから、情報交換しておこうか。さ、あやめの鍵を出して。鍵？鍵ってなんぞや。あれでしょ。最初のループの時にセツさんからもらった丸いやつ。あ、もしかして、初めて？ふふ、いや、ごめん。だったらあやめは、ただ鍵を出したいと考えてみて。鍵を出したい？鍵を出したい？開けいごま。それは鍵を開けるときの、出たー。出たのなら、いいです。うん、それでいいよ。この鍵って何なんだろう。鍵って言うけど、鍵っぽい形じゃないし。きっとこのループの鍵となるアイテムなんですよ。この鍵には、今までのループで経験した事象が刻まれている。それを触れ合わせることで、お互いの経験を共有できるんだ。あやめちゃんの初めてが、こんなとこ、語弊のある言い方するのやめてよね。セツちゃんのおかげで乗員データが更新されたらしい。あ、今回私守護天使じゃん。いや、それは置いておくとして、乗員データを見よう。前回、ジョナスおじさんとククルシカちゃんのデータ見忘れとったしね。突起事項が見えるようになっとる。私がみんなを知ることでその人の能力値が上がっていくのか。ジナさん。真面目で勇敢、やや潔癖気味な性格。SQさん。快楽主義でいつも楽しげ、本心を見せない。ラキオ様。既成至上主義者、意外と演技もうまい、素敵です。ステラさん。穏やかな物腰で優しい性格、やや理論派。しげみちさん。優しく前向きな性格、妙なカリスマ性がある。おじいちゃんカリスマ高いんか？意外。次はセツさん。正義感、責任感が強く真面目。やや論理的。シピさん。欠点のないバランスの取れた性格、感が鋭い。そしてコメットさん。とにかく野生の感がすごい、嘘はとても下手。ジョナスさん。平均的に能力が高いが、それを感じさせない。公式で残念なおじさんってこと？ククルシカさん。感が鋭く、気持ちの赴くままに行動する。15歳か。もうちょっと若いかと思ったよ。今回からは、この突起事項の内容も参考に頑張っていきましょう。まあ、前書はするよ。ありがとね、セツちゃん。情報を教えてくれて。11回目のループなんだね。ふふ、私の方が随分先輩だ。画面を見るに、セツさんは少なくとも160回ループしているようですね。鍵から読み取れる文字列は、ループ内での役職や、メンバー数、何日目に誰が使用して、誰を凍らせて誰が襲われたかとか色々書いてあるようです。ST がセツで、GN がジナ、SQ ってことは、JN がラキオ？いや、RC がラキオで JN はジョナスかな。ダメだ、解読できそうで、全部はわからん。まだ私の知らんキャラがおるっぽいし。あ、セツちゃんごめんね。お話し続けて。それに、まだ鍵が体に馴染んでないのかな。状況設定が機能していないみたいだね。時間が経てば回復してくると思うけど、まだまだ隠された要素がありそうですね。こんなところかな。ああ、乗員データは確認しておいた方がいいと思う。ループの記憶を保持しているのは、あやめと私だけ。だけど、他のみんなもループごとに性格まで変わるわけじゃないんだ。個性を把握しておけば、それだけ生存率は高まるだろうから。そして、ただ生き延びるだけではなく、あやめ。私と一緒に探してほしい。何を探せばいいの？異性体グノースの正体？なぜこの世界は繰り返されるのか。どうしたら、これを終わらせられるのか。その、答えを。ああ、そうだね。もちろんだよ。一緒に探そう。ふふ、ありがとう。そう言ってくれて嬉しいよ。ループが進むにつれて、セツちゃんの癒し度と株が爆上がりしとらん？秘密を共有しとる感がやばい。クロージング効果ですね。とはいえ、私たちにできることは限られている。それぞれの状況、それぞれの役割でベストを尽くすべきだろうね。そう、今回ならば、あやめは守護天使として、
勝利を目指してほしい。ありがとう。私も、グノーシアの一人として、やるべきことをやるから。はい。普通に今回の話し合いが始まっちゃったぜ。セツちゃんの言っとったこと、記憶違いじゃないよね。グノーシアマークついとるし。なかなか大胆なカミングアウト。いやはや、セツさんはあやめちゃんに優しすぎますね。今回の議論、私にめっちゃ有利じゃん。投票されたり、グノーシアに襲われたりしないよう気をつけながら頑張ろう。とりあえず、最初の議題はラキオ様フルボッコ。かと思いましたが、弁護の声も同じくらいありますね。よかったです。メンバーと役職構成は前回と同じようです。11人中グノーシア2人、AC 主義者1人、味方陣営はエンジニア、ドクター、守護天使が1人ずつ、ね。1ラウンド目で誰も使わなかったから、エンジニアに名乗り出ろを使ったよ。エンジニアとして出てきたのは、ステラさんとコメットさんの2人ですか。どっちかは敵、だけど、ラキオ君は一応両方偽物の可能性も考えとる感じか。また初日で釣られてしまうので、あまり目立たないでくださいラキオ様。3ラウンド目。どうしようかな。ドクターにも名乗り出ろ使っちゃおうか。私守護天使だから、守り先の当てをつけたいんだよね。この僕がドクターでよかったね君たち。グノーシアか否かは僕が調査するから、疑わしい奴はどんどん冷凍睡眠させなよ。意味あり。ドクターは私で、ラキオじゃない。セツさん、ラキオ様の白核ありがとうございます。あやめちゃん、命に代えても白核のラキオ様をお守りするのですよ。命に代えてもは、嫌だなぁ。今日誰を凍らせるか悩むけど、ちょうどエンジニアのコメットちゃんが疑われとるから、それでいいかな。2分の1で敵だから、エンジニアを潰していくのはありありだもんね。弁護したのはククルシカさんだけ。覚えておきましょう。で、もう1日目最終ラウンドか。間違っていたらごめんなさい。だけど、私にはあやめが怪しく見える。うん。間違っとるから反省してね。もしかして、名乗り出ろを使っても目立っちゃう？それなら立ち回りもっと気をつけなきゃね。弁護してくれたのは、ジョナスさん、しげみちさん、セツさん。今回、ジョナスさん、しげみちさんとは仲良くできそうです。じゃ、ここらで冷凍庫送りを決めちゃいますか。投票の時間だ。コメットちゃんにしようと思ったけど、私を疑ってくる人って邪魔なんだよな。ジナちゃんにしてみてもいい。あやめちゃんの考えはロジックを重んじる私にはよくわかりませんが、投票結果もよくわからない感じになったので、まあ、いいでしょう。1日目から決戦投票になるとはね。でも、私はセツちゃんがグノーシアって知っとるから、迷いなくセツちゃんを疑って、セツちゃんに投票させてもらうよ。ごめんねセツちゃん。ここ、グノーシアのセツさんを誰が弁護するか、重要ですよ。S 級はどうしてセツを疑ってんだ？そうだ。セツは俺たちの大事な仲間だぜ。しげみちおじいちゃんは、誰でも気軽に弁護するからな。次のラウンド、ラキオくんを絶対守りたいから、私がかばうコマンド使っちゃうね。ラキオくんは口が悪いけど、いい人なんだよ。安心安全。だよな。ラキオはいいやつなんよ。本当に両方弁護するじゃないですか、このおじいちゃん。ステラちゃんが反論したのがちょっと気になるな。あとへを唱えるのは、節弁護派の人たち。投票どうだろう。余裕でしたね。ラキオ様に入れたステラさんとシピさん、覚えましたからね。あやめ、次はもっといい形で会えるといいね。それじゃ、またね。おやすみ。ああ、特別なイベントがある。ジョナスおじさんか。嵐が吹き荒れている。グノーシアという名の嵐か。指摘だね。しかり、我々人間はただ、身を寄せ合って嵐をやり過ごすほかあるまいよ。ジョナスおじさん、本当に人間なの？私が疑われた時に弁護してくれたのは感謝しとるけど。あやめ、あやめよ。このジョナスと心を合わせ、南極を共に乗り切ろうではないか。だそうですけど、どうしますか？力を合わせるくらいならいいんだけど、心を合わせるのは、ちょっと。ダメだよおじさん、自分の歳の半分くらいしか生きてないような、体
可愛い乙女を口説こうとしちゃ。協力は断ったんですか？それは二日目を見てのお楽しみだもんね。茂道おじいちゃん襲われちゃったか。じゃあ、残った人の中で怪しいのはステラちゃんとシピくんかな。セツさんを擁護していた二人ですね。あとは誰？報告。冷凍睡眠中の人体はもう調べてあるよ。セツは頭脳視野だった。いい感じだね。うんうん。じゃあ、エンジニアの報告も聞こうかな。ステラちゃんとコネットちゃん、よろしく頼むよ。シピ様の次元波は正常でした。グノーシア汚染の可能性はございません。ステラちゃんがシピくん調べるか？怪しいな。僕はステラを調べたよ。問題なし。ステラはグノーシアじゃないよ。ステラちゃん AC 主義者の、シピくんグノーシア説。これで議論を進めていくけど、目立ちすぎると私が釣られちゃうから、多少の犠牲はやむなしの方向で。さらりと残酷なことを言いますね。このループの謎を解き明かすために必要な犠牲なのだ。さて、もうステラを疑う必要はないよ。つまらないけど、ステラが人間だってことは明白だからね。ラキオくん何言ってんの？ AC 主義者は凍らせなくてもいいってこと？これでステラさんを釣るのが不可能になりましたね。幸先悪いです。それじゃあシピくん凍らせてみる？でもまだ誰もシピくんを疑っとらんし、目立ってもないからなかなか難しそう。とりあえず、少し様子見しようかな。あやめは信用できない。ジナちゃんまたそれ？そりゃ、ジナは怪しいよな。あれ、違った？私もあやめを信じている。比較の問題ではあるが、ジョナスさんに、あやめちゃんとの協力マークついてるじゃないですか。えへへー、めっちゃ悩んだ末にオッケーしちゃった。なんかヤバそうって思ったら切り捨てればいいんでしょ。大丈夫大丈夫。次のラウンドはコメットさんがククルシカさんを疑っています。コメットさんは直感が高いので、少し気になる発言ですね。前回ククルシカちゃんに痛い目見せられたからな。もし本当にグノーシアなら、凍らせれる時に凍らしておきたい感はある。弁護するのはステラさんと、ククルシカ大好きおじさんのジョナスさんですね。私と協力関係でもそこは譲れんのんだね。ダメ。私はみんなほどあやめを信用できない。ジナちゃん、周りを見て。君だけどんどん悪目立ちしちゃうよ。私が2回も疑われちゃったせいで、今日はあんまり有意義な話し合いできんかったな。敵だったらヤバいククルシカちゃんを凍らせに行くか、私を疑いまくるジナちゃんに申し訳ないけど眠ってもらうか。前回の記憶がこべりついて離れないから、ククルシカちゃんごめんね。トラウマ抱えちゃいましたか。よかった。凍ってくれた。また特別なイベントがあるみたいですよ。シピくんか。シピくんって、今回めっちゃ怪しいんだよな。多分、協力のお誘いでしょ？シピくんと協力する気はないから、今日は隠しろのラキオくんに会いに行くよ。まさかとは思うけど、君、僕と君の時間の価値が同じだなんて思ってないだろうね。相変わらず口が悪いな。でも君は人間だから守ってあげるもんね。ごめんね、SQちゃん。それでですね、3日目の話し合いなのですが、ジナさんが疑われまくってですね。ジナさんが1回あやめちゃんを疑った以外、全部ジナさんが疑われるという地獄絵図が広がっていました。シピくんが疑われたら全力で便乗する気満々だったけど、なかなか思うようにはいかないね。そんな感じなので、話し合いシーンはもうカットでいいかな、と。ラキオくんからも一票もらっちゃったか。難しいね。シピくんが全然疑われてないし、票も入ってない。そろそろ私から動かんとやばいかも。コメットちゃんが本当のエンジニアっぽいからコメットちゃんでもいいけど、100% 人間って分かっとるラキオくんを守り続ける方向で。でもこうなると、コメットちゃんを守っとけばよかったかなって思うよね。よし。今日こそはシピくんを疑って、シピくんを凍らせるぞ。ジナはグノーシアじゃない、ただの人間さ。期待外れだね。ドクター報告ですね。このループが終わってない時点で知っとったけど、ありがとう。あとは、エンジニア報告頼むよ。ジョナス様の次元波に異常を検知いたしました。AC 主義者のザレ事、と
と聞き流したいですが、ラキオ様がステラさんを人間だと確定したせいでステラさんを疑いにくい風潮です。シピは何か隠してるんじゃない？来た来た来た。ナイスラキオくん。私も全力で便乗疑いしちゃうもんね。一日目から思っとったけど、シピくん、君怪しいよ。そうだな。俺、怪しいんだろうな。そのようにシピ様を敵視するのは早計に過ぎませんか。私もステラに賛成だ。おじさん、私と協力するんじゃなかったの？意見合わせてよ。そんなことしとったら、おじさんが凍ることになっちゃうよ。ほら言わんこっちゃない。いや、これ、あやめちゃんのせい。あやめちゃんって、意外と感情で投票すること多いですよね。ほら、翌日はちゃんとシピ君に投票したからさ、すごいでしょ。守護天使としてラキオ君を守ったんだよ。昨日あやめちゃんがシピさんに投票していれば、ジョナスさんは凍らず、ラキオ様は襲撃の危機にさらされずに済んだわけですが。それはね、月ちゃんの録画見直して、めっちゃ申し訳なく思っとる。冷静に分析すれば、1日目でグノーシアのセツちゃんに投票しなかったステラちゃんとシピ君怪しいなってわかるんだけど、プレイ中は考えることいっぱいだし、推理に確証が持てずに周りに流されまくっちゃうよ。日和見で優柔不断なところ直さなきゃ。次回からは今までの反省を生かして、また頑張っていくから応援してくれると嬉しいよ。決戦投票でも同数ですか。まあ、そうなりますよね。ごめんねラキオくん。私のせいで君を救えなかった。私のために凍ってほしい。今度ポテチおごるから。ああ、ラキオ様。おいたわしや。AC 主義者のステラちゃんと二人旅か。きつすぎるから、早く次のループに逃げよう。今回も最後までご視聴、ありがとうございました。バイバイ。